ということですね。今回は何回も試作を重ねて、はい、とうとうできたこのボーリングシャツ紹介していくんですけど、はい、まあ、こちらは我々のブランドミッションディストリクトの新作のボーリングシャツなんですけど、うん、でうちらさ、うん、ボーリングシャツ大好きじゃん。好きですね。でボーリングシャツめちゃめちゃいいんですけど、うん、まあ、古着でなかなか数も少なくなってきてるし、うん、まあ、古着屋行ってあるんだけど、もうサイズとかちっちゃいのあるね。そう、カラーとか、うん、まあ、刺繍の感じとか、なんか自分のベストなものってなかなか巡り合えないじゃん。で、まあ、作りましょうということで、はい、まあ、今回この新作なんですけど、うん、まあ、今回はこちらの3色です。そうですね、はい、まあ、今回結構まあ初めてボーリングシャツ作るってことで、うん、結構もう定番色というか、そうだね、うちらもこう欲しい色をもうパッと作った感じだね、うん、そうだね、うん、これもほんと試作何回も結構したよ。そう、うん、もうシルエットとかもうこうは違うこう違うとか、うん、まあ、作り直してもらった感じなんですけど、うん、刺繍とか、うん、でまあボーリングシャツといったらね古着なんで、うん、まあ、古着をちょっとサンプリングさせてもらって作った、うん、あのボーリングシャツですこれ。はい、はい、でうちらもボーリングシャツいろいろ持ってるけど、うん、その中でも、まあ、このボーリングシャツのディテールいいなみたいなものをちょっと集めて、うん、こうディテールにした感じだよね、はい、うん、でボーリングシャツということで、うん、もちろんこの生地がレーヨンということでね、うん、はい、うちはレーヨン 100% で作ってるんで、うんうん、このなびき感、なびき感ね、そう、テロテロ感というか夏来たなみたいな感じですね。これも、ね、生地に重みがあるけどこのなんていうの、うん、トローンとした感じの、うん、レーヨンの、レーヨンならではだね、これも、そうね、うん、質感があって、うん、すごいいいね。でもボーリングシャツといったら、うん、チェーンステッチ、そう、うちらも大好きなチェーンステッチなんだけど、うん、このチェーンステッチもやっぱ難しいんだよね。そうですね、やっぱ昔の古着のチェーンステッチがかっこいいなと思って、うんうん、まあそれを作ろうと思ったんだけど、うん、なかなかうまくできないというか、そう、試作で何回もやって、うん、やっと納得いくようなチェーンステッチができて、今回こちらで、これ本当に古着にしか見えないっすよ、うん、なんかね、うちらが作ったのに自分でね、そう、それなのに古着に見えちゃうっていうね、そこが本当にね、あの追い求めたゴールなんで、うん、古着に見えたらよかったんだよ。かったね。そうで、このね、チェーンステッチもね、うん、さっきまあいろいろこだわったりしたんだけど、うん、このねチェーンステッチの光沢感とかもすごいこうむずくて、そう、なかなかねこういう光沢のあるチェーンステッチも何回も試作してね、そう、最初出なかったんで、出なかったんだよね。そうで何回もやってやっとこういう風に出て、うん、だほんとこれヴィンテージのやつと遜色ないっていうか、本当にね、マジ並べても全然わかんないです、うん、正直。そうだね、そう、うん、そこまでこだわって作りましたね。うん、でディテール、まあ、チェーンステッチもちろんこんな感じあるんだけど、うん、まあ、このボタンのね、うん、まあ、色とか、うん、こういうのも結構こだわってね、うん、選んだりとか、うん、ポケットのね、うん、こういうちょっと丸みのあるラウンドっぽい、うん、古着っぽいポケットにしたりとか、うん、選んだりとかね、うん、でこのプリーツのね、うん、感じもちょっと動きやすいように昔のね、うん、ボーリングシャツなんでこう、うん、プリーツが入ってるんだけど、この裾部分もちょっとこういうねディテールを入れたりとか、うん、結構こだわって作りました、うん、でカラーはですね、うん、こちらがライトブラウンで、うん、こちらがブラックですね。ブラック、はい、でもう一個夏ということで、はい、ちょっと明るめのイエローです、ね、イエローです、はい、こんな感じになってます、うん、ここにタグが、うん、ここに刺繍タグがうちらのがついてます、はい、で、まあ、夏のね、はい、アイテムはねもうレーヨンもすごいこの薄い感じの、うん、こうやつで、まあ、中にタンクトップとか着て羽織ってもいいし、うん、まあ、1枚でも着る1枚でもいいと思う、うん、時もあると思うけど、うん、まあ、俺は結構タンクトップで着て、うん、まあ、羽織る感じが多いかな、うんうん、まあ、本当にね、結構夏で白 T とか T シャツになりがちなコーデになっちゃうんですけど、うん、まあ、こういうボーリングシャツで、まあ、さらっと羽織っていい感じになると思うんで、うん、まあ、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、はい、ということでね、はい、今回こちらミッションディストリクト の、うん、この新しいねボーリングシャツの紹介だったんですけど、うん、まあ、発売場所が我々のウェブサイトで発売になるんですけど、はい、まあ、概要欄にリンク貼っておくのでそちらからチェックしてみてください。で発売日がですね、この動画の次の日の夜の20時に発売開始になります、はい、こちらも数量限定になっているのでそちらもご了承ください。で動画のね前にミッションディストリクト この公式インスタグラムでこの告知もしてるんでね、うん、まあ、より早くその情報欲しいよっていう方はそちらの方もフォローしてみてください、うん、ではですね次の動画でお会いしましょう。バイ、はい。